<Thank> <laughs> こんにちは伊藤上一です今日は Web3 とはでいただいたコメントにレスしたいと思います。確かに Web3 でもボーデイみたいにすごく人気があるところに人とかお金は集まってきていてでよくパワーローって言うんだけどもこうポピュラーなサイトはすごく高くてだんだんこう下の方にあんまり行かないっていう構造はあると思います。で基本的に人間社会っていうのは 権力とか力があるところに結構エネルギーがどんどんいってあのこういうパワーローみたいなカーブになっていくと思うんだけどもただやっぱり Web3 と Web2 の違いは一旦パワーを取っちゃってから他のものがディスラプトするしやすくなっていてだからそれはあのやっぱりいろんな個人情報はブロックチェーンに入っているとかスイッチした時に自分の NFT そのまま持っていけるとかっていうので。 だからもちろん人気サイトとそうでないサイトそれと権力持ってるとか影響力持ってるところは強くなるっていうのはあると思うんだけども今の Web2 みたいにこのお客さんを抱え込んでからもうロックインしちゃうっていう一、まあ、つの構造はなくなってでももしかしたら新しいロックインの方法っていうのは違うレイヤーで出てくる可能性あるのでだから僕も常にあの人間社会っていうのはなるべくこう分散型にしてあのオープンにして。 ボトムアップにしていくんだけどもだんだんほっとくと中央集権型になってきてでその構造を壊すとまた違う形になってくると思うのでだからほっとくと Web3 は Web3 型のこう中央集権はほっとくとなってくると思うので,でそれをいかにあのなるべくならないようにするとかなったらどうやってほぐすかっていうことなのでだから Web3 は今まで想像できなかった中央集権型のシステムをほぐそうとしていてでまたなったらまたほぐさなきゃいけないっていう考え方かなと。 個人的にはこう医療のモデルだとかあの例えば電車の,あのメンテナンスのモデルとかそういうのはデジタルツインっていうシミュレーションにはすごく意味があると思うんだけれども何でもかんでも完璧なツインっていうよりもわざわざ同じものじゃなくて違うものがアバターとかゲームの中にあるっていうのもすごく意味があると思うので10年以内に結構イマーシブな、まあ、バーチャルリアリティみたいなものは出てくると思うんですけどもそのデジタルツインっていうのが 適切な言葉とモデル化っていうのはまだこれからだと思いますし、僕はどっちかっていうとデリジタルトゥインっぽいものはあるけれども、そうじゃないものの方がこの Virtual Reality とか Emersion には多いんじゃないかなと。そしてまあデバイスの種類なんだけれども、Oculus みたいに完全に i m e r s i v e の Virtual Reality と HoloLens とか多分これから Apple から出てくる Augmented Reality とか Extended Reality っていうのがいろいろあると思うんで、それは用途によって違うと思うんですね。Real World の上に Virtual w o l が入る 方がいい例えばショッピングの時とかってあると思いますしあとは本当にイマージョンの方がいいっていうのもあるしそれ多分用途とその人によってあの違うと思うんですで多分両方ともあのいろんな使い方が違うので両方とも出てくるんじゃないかなと思いますはい絶対中学生あたりの時に いろんな遊びを通じて学びするのってあのおっしゃる通りにすごく重要で,で今 Web3 見てても本当に13歳とか15歳の子たちはたくさんいてでおっしゃる通り英語圏の方が圧倒的に強いと思うんですよねでこれから日本出てくると思いますで親も子供と一緒に学びながらやるのがいいんじゃないかなで例えばマインクラフトの中でこういう構造はもうできていてでうちの妹が ConnectedCamps というプロジェクトをやっていて 僕もも助けけてるんですけどもこれはマインクラフトのサーバーの中に子供とかその親とかもしくはあの大学のカウンセラーたちとかそれを見てる研究者たちが子供たちがマインクラフトの中でいかに遊べるかっていうのをやっていてでこれは英語では動いてるんですけどもこれ日本でパイロットしたいなと思ってたりで多分 Web3 のバージョンもこれからできてきていてでアメリカでは実験を行われてるんだけどもこれも日本に持っていきたいなと思うのでまあこれからいろんなツールが出てくると思います。そして 多分一番勉強しやすいのは日本語の d Discord サーバーで、まあ、Web3 のコミュニティに参加するっていうのが一番いいと思います。でいろいろ多分今出てきていてどっちかっていうとデベロッパー中心のものが多いんですけれども僕も実験的にポッドキャストのリスナーとか、まあ、YouTube のリスナーのために Discord コミュニティ作って今実験的なので少しずつ人を増やしていってるんですけれどもリンクは後でコメントのところに貼りますが一応審査制で人をちょっとずつ入れてます。 で今度本買っていただくと一部の書店ではこういう変革コミュニティのステッカーがついてきます本にそうするとこれをタッチすると NFT が発行されてコミュニティにも入れるし多分これからちょっとずつコミュニティのインバイトを広げていくと思いますのでぜひうちのサーバーにも入ってあの一緒に勉強しましょうステーブルコインとはビットコインとかイ t h e r みたいなまあ 今までよく言われてた暗号通貨と違って普通の暗号通貨っていうのはすごく値段が変動してかなりボルティーティが高いんですよね。でセーブルコインの特徴としては円とかドルとの為替が変わらない。でそれいろいろやり方があってアルゴリズムを使って常にこう,こうサプライとかいろんなものをいじってバランスを保つっていう方法とあとは、まあ、レザーブあの担保としていろんな他の あの暗号通貨を担保してであの安定させるっていうのとあと一番、まあ、保守的っていうか安定できてるのは実際にドルとか円を、まあ、担保リザーブに置いてその分しかコインを発行しないそして DCJPY 僕が読んでる限りはこれは人が預金したお金を暗号通貨として出すのでだから普通だったらそのステーブルコインのプロジェクトそのものが まあ、担保を持つでその代わりにコインを発行してそのコインをみんながやり取りするっていうのと今回どっちかっていうと銀行の預金を暗号通貨化するっていうのでだから外からの見栄えはステーブルコインにすごく似てるけれども今までのステーブルコインとちょっと構造は違うだからステーブルコインの定義に入るんじゃないかなっていう気はするんだけどもあのちょっと今まで僕が見てた構造とは違うで今はプルーフ・オフ・コンセプトで実証実験みたいなのをやってるんだけども、まあ、そろそろ一般的に使えるようになるんじゃないかな今回の法改正もその辺に あの持っはいまあ、そういう意味で初心者が今使って楽しくて簡単な Web3 と本当にまだ少なくてあのエクスチェンジでアカウント作って NFT 買ったり、まあ、そういう体験っていうのは特に自分がそのアーティストのファンだったらあの、まあ、分かりやすくて楽しいかもしれないですけどもそれで初心者向けだったら僕らのサーバーでは本当にたくさんの初心者がいろいろ一緒にやって多分そこが一番学びやすいと思うので。 あのだんだんオープンにしていきたいと思いますし多分他にも初心者向けのサーバーは間もなく開いてくると思うのであのぜひもしすぐ実験したければメタマスクみたいなあのお財布を作ってエクスチェンジに行ってイースかなんか買ってそしてオープンシーみたいなところに行って NFT を買ったり作ったり売ったりするのが一、まあ、回実験としては面白いと思うんですけども一番いいのはやっぱり自分が何か興味があってその興味の周りの Web3 コミュニティに入って それで実際にコミュニティメンバーとして参加するのが本当はベストなんですけどもこれからもっともっとチャンスがあると思いますコーヒーショップの DAO ってすごく面白いと思いますし、まあ、今後いろいろあると思うんですけども一つ問題は今トークンを発行して申請するのにすぐお金がかかるしそれをお金と交換する交換業も免許が必要でそれも結構大変なので今たった今結構難しいと思いますただ法改正のもとに、まあ、DAO ができるようになると思います DAO ができると多分今おっしゃってるそのコントロールしたいものとコミュニティであでガバナンスコミュニティに決めさせられるものっていうのを分けたいっていうのがあってで今この DAO でどういうふうに決めていくかガバナンスっていうんですけどガバナンスをどうするかっていうのはまだいろいろみんな実験中なんだけども大体の大きい DAO っていうのはどういうことがあるかっていうとこう会社とか一つの,、まああの今だったらコーヒーショップの会社がありますよね。でそこの 下にができ DAO の方はお客さんが全部参加してみんなにトークン発行してでその会社は DAO のこう株主みたいな一つの参加者なんですよね。でこの会社の中で決めたいものは会社で決めて DAO で決めるものは DAO にその判断する権利をあの移してそしてお客さんも仲間に入れて決めたいものは DAO でやって。 でそれ以外で例えば自分個人の話だとかその物理的な世界であの会社としてちゃんとやらなきゃいないものは会社であってこう会社がダウンのトークン持ちとしてこう関係性を持つっていうのが一つの構想としてあると思います。皆さんコメントありがとうございます。毎週金曜日に動画をアップしてます。来週は NFT とはっていうビデオをアップします。それじゃあ。